絵は、日本語の音節の一つであり、カナの一つである。一モーラを形成する。五十音図において第一行第四段に位置する。現代かな遣いでは、第八行第四段を空欄としない場合、そこに、再出する。現代かな遣いで使用しない、第十行第四段の絵は置き換えられることがあり、その場合そこにも、再出する。絵の筆順、絵の筆順現在の五十音図で、 阿行や行和行の絵団にはいずれも絵が置かれているが、古くは、いい、イエ、ウィーが区別されており、万葉仮名や初期のひらがな、カタカナでは区別されていた。また、雨土の歌に絵が2回登場するのも、いいと、イエを区別していた可能性がある。10世紀中頃に、いいと、イエの区別が消滅し、共に、イエになった。また、10世紀末には、五中の、平が、 和行の絵に変化した。11世紀以降、絵と絵の区別も失われていき、13世紀以降に完全に区別がなくなった。区別のなくなった絵は、古くは家と発音されていた。江戸時代以降に家からいいに変化したが、基本的には家が正しいとする考えは相当遅くまで残ったようであり、19世紀の行、里し 失誕あざき新尺や中野流歩異教、大月玄関期、西音発尾でもまだ、家としている。発音の項で述べたように、阿行や行の、絵は10世紀前半まで区別があったが、現在は区別されない。江戸時代に両者が別の音だという考えが起こり、白井広影、音韻韻棚要令では新しい棚を創作して、書き分けている。このような書き分けは、 明治初年の五十音図まで受け継がれた。その後も明治二十年代まで文天類では両者を書き分けることがあった。ありがとうございます。